十二戦士爆裂エトレンジャーは1995年4月7日から1996年1月26日まで NHK 衛星第二テレビジョンで放送された池田君王原作のテレビアニメ全39話物語の舞台は無限という様々な動物の精霊たちが平和に暮らす異次元の国人間が作った様々な物語の世界 ノベルワールドで構成された果てしなく天空に続くノベルポールを存在の柱とする国である。ところが、無限の真下、深海の闇の中にあるジ蛇霊城に潜むジ蛇霊王、ニャンマーがノベルワールドの破壊を企み、ジャレーモンスターたちを次々と送り込んできた。このままではノベルワールドが破壊され、無限は崩壊してしまう。オーラ姫は、無限の守護神。 エトレンジャーを、召集。エトレンジャーは、時空間手に、マシーンキリンダーに乗って、ノベルワールドに向かう。ジャレーモンスターは侵入した、ノベルワールドの人物になりすまし、その世界観を狂わせ物語の進行を妨害する、ことによって破壊しようとする。エトレンジャーは2日以内にノベルワールドに潜む、ジャレーモンスターを見つけ出し、浄化しなくてはならない。果たして、エトレンジャーは、 ノベルワールドと無限を救えるのだろうか。そして、ジャレー王、ニャンマーの正体は ?12 子をモチーフにした12人の戦士。オーラ姫に選ばれた戦士でそれぞれが個別の特技を持つ。性格も全員バラバラである。なお、ドラゴ、モンク、タルト以外のメンバーの尻尾は、後頭部から生えている。構成員は一部を除いて、12子の中で唯一、 仲間に入れなかった猫をモチーフにしている。ジャレイヨン四ョのワンニャンマーが自らの分身として生み出した四人の幹部。生みの親であるニャンマーに忠誠を誓っているが、ニャンマーからは手ごまとしか見られていない。バギ関連エトレンジャーがこれまであった住人と戦ったジャレ霊モンスターたち。ジャレ霊モンスターは倒された後に花と化し、物語に関係ない人物は消滅する。ありがとうございます。